では大会を始める前に、大事なことがあるんですが、本日は主催者の池山さんの誕生日でございます。30歳の誕生日。はい。いや、さっきミクシーチラ見したらなんか書いてあって。はい、池山さんの30歳の誕生日です。ちなみに池山さんは俺より年上です。ふざけんな。失礼いたしました。はい、じゃあ誕生日のお祝いは済んだところで、1回戦、A ブロック1回戦、うっかり太郎さん対 F さん。うっかり太郎さん対 F さん。F さんいらっしゃいますか？うっかり太郎さん。はい、あ、後ろの方ですね。じゃ、はい、ワンピース、ツーピース、好きな方。うん。次の試合が、フローさんと、なんだこれ、白浜さん？白浜？読めねえな。池山さんの字が汚くて読めない。白浜健一さんですね。あ、かけり、あ、なるほどね。はい、名前変えるのやめようね。めんどくさいからね。さあ、1回戦は 1P が、うっかり太郎さんのチュンリー、2P が F さんのダトリですね。F さんは西日暮里 VS の第2戦でも結構、頑張って、今8段9段あたりでしょうか。実力をつけて、あーっと同情書を見つけてしまった。最大が取れない。最大投げで割り込んでいく。大パンチを空振ってしまう。これは大 K の振りに合わさると大変危険な目にやってしまうので推奨しないが、大パンを強気に振っていく。さあ投げで一緒に入れ替えて、ゲージも溜まる。さあこのまま砲力を使わずに倒せば、しかし高め当て大 K 入って、コークで攻め、カニが入ってしまう。なぜフォークで一度ポリゼロだった。もうリバーブローが入って、まずは F が1ラウンド先制。しかしうっかり太郎のチュンリーが 1.8 マックス。高宮からが投げ、もう一丁。さあ画面端、この打撃キャラの投げが本当にきつい。さあ両対応のしゃがみ中パンコーク、またしてもカニが入る。効果入ってゲージがないが、ショートスイング、あー、チラシを奪った大パン。さあこれ裏回りを選択しないと厳しいが、大パンで弾いてしまった。いや、最後シャガデラが刺さって F が1回戦突破。じゃあ続いてフロー対白浜健一。さあついに来ました、本日の、西日暮里 VS 第2戦参加している方では最高段位の名将様の登場ですね。名将フロ対カケディ。キャラ的には剣の方が有利でしょうけれども、さあフロの方も相方のマッケンと剣戦はやり込んでいるはず。さあスタンチが早くも半分。1ラウンドの序盤はさすがに陣内がないうちはボブといったところでしょうか。5番出すわけ新しい。イエストローがしゃがみ出て、おー、これはうまい。イエストロー途中で止めてしっかりゲージを取り戻す。これは地上くらいにならないが、うまく殺したい。上から襲いかかっていきますね。とその中段2段止めは陣内確定だが出なかった。しゃがみでイエストローが入る。赤ブローを見つけてしまう。ガンガン攻めていく。ディープを取ったが中盤がかからない。イエス作動で押し返して、壊したつまき、新しい動きを取り入れてきますね。ソーローが使ったところに打ち出しない。投げが入る。おっと、危なかったが、つなぎ切った。今のが使っていたら大変なことになっていたぞ。お、先生、池山さんまた読めません。ヘテさん
TKD さんと平手さんですね。シュンリー対イブキ。さあ、実は僕この組み合わせ苦手なんで、どう実況していいのかよくわかりませんが、まあ、僕が苦手なだけで、リュウリーなのは間違いなくチュンリーです。さあ、クナリをうまく前台系でかわしながら当てていく。ナリアが入って、クータイクを制して、強気に技を振っていきますね、TJD。中圧炸裂。猫タイプ。技の強さを押し付けていく TKD。さあ、イベキとしては、なんとかして、あの、チュンリーからすると対応が難しい、垂直ジャンプモードに持っていきたいところだが、さあ、これは、ヒットワフリンの発揮機構から、初中継、新しい。そして、チュンリーの方よかもう一歩ある。これを食らったら、イブキは間違いなくあの勇気。ブロからライダー。さあ、この画面走る。と、これは食うぐらい。さあ、ここをブロッキングして、ゲージを回収する。あ、しかし、裏表モードにはいけず。TKD ナイスガード。さあ、ここから、垂直ジャンプで、マスモードに入っていく。前中継でこじ開けるか？風切りで割り込んで、1時。アザンが暴発してしまう。出し投げ。スジャンプ。おっと、これは2段を出さずに、待たずに。さあ、ゆめきには、このゼロフレ空中があるので、ヒット確認にもさらに神経を使わなければいけない。一応、中古劇場だったら、飛ば方が確定ですが、あと中古人以下ですね、失礼しました。飛ばせない、投げが入る、投げていく。はい、TKD が1回戦突破して、次が、おタム対コニタン、ネクロゾーキャラ。お、池山がなんか痛そう。同じブロックだけまとめて一気にやります。なので、あの、後半の人たちはまだちょっとの試合やってても大丈夫です。時間あります。そして B ブロックの人はさすがにもうやめてください。あ、ごめんなさい、失礼します。さあ、共にハイレベルなネクロ使い同士。ピンクの方がタム、グレーの方がコリタン、デンジの打ち合い、この辺はシンクロしている。体力は若干コニタンがリードしていたが、ジャットルヒットでタムが押し返していく。 SA はお互いエレクですね。さあ、中肘から出ない。さあ、この微妙な中肘からお互い出ない。さあ、超電磁ジャックから投げが入る。大肘がスタップしまうが、さあ、お互い画面端が怖いキャラ、画面端を背負わせているのはタム。おっと、前台番が回してしまった。シーザーシュートが入って、しかしスタンには届かない。しかし、この攻め、強気に前投げ、コニタンが1ラウンド先制。さあ、これは2段目を待たずに中止デレクを確定させる。割り込める技のフレームを知っているのはコニタン。おお、こうやった奪った、おしゃれに決めた。フル株の意地を見せるコニタン。はい、次はフロストさんと、あ、F さんとフロさんですね。さあ、ヤンからするとちょっと厳しいキャラが続くわけですが、
さあここでフロアダストリーに対して声援を選択して殴り合いを拒否する作戦でしょうか。アーカムラが入る。変身選球隊の EF とロメインの殴り合いでは分が悪いということなんでしょうか。さあ声援部発動するチャンスがまだない。おっと繋がっていない。さあここからガードフの連携を持っていく。ここら辺の精度はさすが。左足、しかし体力半分あるがダッドリーに対して安全圏とは言えない。着々航空しっかりまくった F。 さあ天神戦球体がないヤンだと無敵技がないのでがっちり埋めていくのがやはり有効でしょうか。さあ赤ブロを警戒して中足3発止め。モンキーフリップから声援の発動、クイックをうまく取っている。それともそらしたのか。一気に体力が取れて7割ゲット。赤ブロしかしなぜか射角だ。中大ポン、近大パンで取り返す。前方いった、直線球体、しかしクイックをうまく取っている F。 さあ2台番でしのぐ。さあ高め当てヒットして、ナディアグラップたまらず解放で逃げる。中盤等のしゃがみくらいしてガード不動をしのげるか。コークが出た、投げる。おぉ割り込め、おぉこれは F2 コンのミス。さあ、フロも、名称の意地を見せていく。いやー、フロさん完全に死んでましたね。完全に死んでましたね、今。諦めていたそうです。はい、次は TJ 対 D 対コニタンですね。さあまずはこの俊林にゲッ、さあブライパンをブロックスネークパング、ダメージもいいし一気に画面端に持っていける。これは美味しいスタート。まず俊林に翻訳がないうちに中足と大パンチでうまく削って体力とゲージを稼いでいきたいね、黒川。しかし俊林の方もゲージが溜まるぞ。さあコニタンが廊下に立ち回る。通路から肘へ略、ゲージも1本残した状態で2ラウンド目。開幕前ですだけ、これは勇気のいる行動、一気に画面足を捨てました。しかし位置を入れ替えられてしまう。さあこれチュンリーは一遍距離を離した。さあスネークファングにお釣りの保育がない。ネクロ側はチュンリーにゲージが溜まってしまうととても技が振りづらいんですが、あーっとこれゲームロスしまったか。膝砲が入る。裏回りはしっかりガード、投げ入って BKT が取り返す。さあファンが入って画面足、これは入らないぞ。おーっとコリタン、
ポリタンを当てる。あー、漏れてしまう。おー、エルコを赤ブロして、そうしないと反撃がない。ピロティ投げる、自害していく。さあ、クーグライをしっかり見て、エレクを出さない。バングの使い方がうまい。壊し。ねえ、どっち。この先生でも制するのは、おー、バングがうまい。ドット戦を制したのはコニタン。では、A ブロック代表者決定戦、フロ対コニタンでお願いします。Welcome to the world of Street Fighter 3. Prepare for battle. Yeah, yeah, I'm waiting for this. Well, I got the pitch. アフロは先ほどのダッドリー戦について声援部を選択しました。ポニタンはやはりエレストリックスネーク。チアストローが入って早速発動。うまいことゼロフレ空中判定のフライングバイパーに言えるが、これでも被害は甚大。中肘中身に入って、おっと、これは肘が空中ヒットになってしまった。バイパーが入る、投げて、漏れてしまった。おー、出し切った。ここがプロの勝負感。さあ、中間距離のスイジャーにうまいこと選球体を合わせていく。バックテナを逃れて、今度はコニタンのターン。肘通ろう、中肘からのヒット確認がちょっと強制度が悪いか。さあ、トロ2発目にエレクはかくらないんでしたっけね。確か5フレが入んないのか。大肘が入る、一応入れ替えて、赤ブロぶっぱ選球。あー、しっかりつないで A ブロックはフロが代表ですね。やっち、あ、仕事が早いですね。あ、俺 B ブロックか。では B ブロック1回戦はゾネックスさん対トモエマミさんですね。ゾネックスさん、トモエマミさん、ジャニオじゃねえかよ。切れそうだよ。あと、すいません、オシムマイナス2って方いらっしゃいますか。オシムマイナス2さん、まあ、あとでもいいや。はい、試合の実況しましょう。さあ、ユリアン対アレックス。さあ、まず画面足をつけているのはゾネックスのアレックス。スタンチも真っ赤。パワーボールいったところを逆に通常で投げ返す。さあ、今のタックルには EX エルボーが半額だったが、ちょっとサメができていなかったか。さあ、ユリアンにスタンチを回復してきて、チャンスが生まれてきたとき、しかし投げやすかりうまく中間フラッシュを。大パン重ねて、1ラウンド目はゾネックス。踏みつけて2発目いった。3発目中断。さあ、ここで浮かずにいかないゾネックス。ヘッドが引っかかってしまう。さあ、うまく、しかしこれはリターンの高い台足はしっかりガード。
ダヤシフラッシュが投げられる。はい、ジャンタにならなかったか。分割ためからジャックタックル。しかしここで壁がないので決定力に欠けてしまう。さあ、ドレックス、ユリアン戦は慣れているといったところでしょうか。ダッシュだけを通さない。しかしユリアンにもエイジスが1枚下がって、さあ、しかしドレックスを通さないものだけ通さなければいいという、そういう立ち回り。しかし画面端に行ってしまった。しっかり埋めてドレックスが勝利。では続いてチェブル対下町ですね。